堀の内駅は神奈川県横須賀市三春町三丁目にある京浜急行電鉄の駅である。駅番号は KK61。ホーム、堀の内駅裏方の配線。左手奥が本線裏が、右手奥が栗浜線三崎口に向かう旧駅舎島式ホーム2メミ4線を有する地上駅。傾斜地に立地するため改札口はホームの下にある。 駅の裏が方で本線と栗浜線が平面交差で分岐している。当駅は栗浜線の起点駅であるが、留置線などの設備はなく、栗浜線の列車は一部を除き本線の横浜、品川方面に直通する。ただし品川方に片渡り線があり、早朝や夜間を中心に、始発、終着列車や裏が方と栗浜にある。 車両基地との間を走行する回送列車などが上り、本線上で折り返す。快徳や特急のほとんどは、栗浜線方面へ運行されていて、普通のほとんどは、浦賀方面へ運行されている。当駅では、本線浦賀方面の列車と栗浜線定休栗浜、三崎口方面の列車による、相互接続が行われる。開業当初は、相対式ホーム2面2線構造であった。 1942年12月1日に、栗浜線開業により、上りホームに副本線を増設し、線内折り返し運転を行った。1954年6月15日に当駅、湘南伊大駅間の伏線化により、本線との直通運転を開始。それに伴い、現在の2番線からも乗り入れを可能とし、同時に下りホームに副本線を増設した。 2008年11月21日から、横須賀市三春町出身の渡辺町子の代表曲、カモメが飛んだ日をアレンジしたものを接近メロディとして使用している。メロディはスイッチの制作で、編曲は塩塚博が手掛けた。下りホームは B メロ、上りホームはサビのアレンジである。2019年度の1日平均上降人員は12,254人で、ある。 京急線全72駅中54位。なお、この数字には乗り換え客は含まれていない。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下記の通り。駅周辺は主に住宅街である。当駅は住宅街の中に位置するため駅前のバスターミナルは境外である。最寄りの幹線道路は北側200メートルほど先にある国道134号である。 駅北側は埋め立て地を中心とした平地である。国道沿いにはいくつかのロードサイド店舗が出店しているほか、公園なども目立つ。駅南側は、給料地を開発した住宅街である。駅前雷分に行く、バスリビン横須賀、シャトルバス駅前の道路上にある、堀内駅が、最寄りバス停だが、境愛で乗り入れる路線も少ない。 駅北部徒歩3分ほどの国道134号上に、ある京浜急行バス堀内営業所に隣接している。堀内も利用可能。全路線京浜急行バスによる運行。ありがとうございます。